この冬の国民スポーツ大会には長崎県からスキー競技のジャイアントスラロームに2人が出場します。斜面に設置されたゲートの間を滑降しタイムを競うスポーツで、2人は大分や広島、島根などに赴き練習を重ねてきました。森雄三さんはスキー歴35年ですが、去年競技スキーの世界に飛び込み今回初出場。西拓郎さんは9回目の本戦出場で九州トップを狙います。一人でも多くの長崎県の選手っていうのがこう出てきてくれたらなと思っていますので、そういう姿を今回本当に結果と一緒にですね出していきたいなと。毎年、雪国に行って一生懸命勝負してるっていう姿をやっぱりお見せするのが我々のまずは使命かなと思う。競技は来月21日から山形県で行われます。なお県スキー連盟では今月大分でスキー教室を開くことにしていて、県内から参加者を募り競技人口の拡大につなげたいとしています。